渡辺光大は日本出身のフィールドホッケー選手である。福井県出身。越前町立伊都星小学校、越前町立朝日中学校、福井県立入高等学校を経て、立命館大学経営学部に入学する。21歳未満2015年、渡辺はジュニアアジアカップで日本 U-21 サイドにデビューした。チームは4位で、 ジュニアワールドカップに出場した。ジュニアアジアカップに続いて、渡辺は、インドのラクナウで開催された2016、ジュニアワールドカップで再びチームを代表し、チームは13位だった。渡辺孝大は2016年、一方のスルタンアズランシャーカップで、シニアデビューを果たした。2016年にデビューした後、渡辺は、日本チームに定期的に参加している。 彼の最も顕著なパフォーマンスは、ジャカルタで2018も開かれた2018年アジア競技大会だった。トーナメントでチームは金メダルを獲得し、東京での2020年東京オリンピックに直接出場できるようになった。2019年、渡辺はアデレードファイヤーホッケーチームと契約し、オーストラリアの新しい国内大会である。 スルタナブランホッケーワンディーグの初大会に出場した。ありがとうございます。